はい、お疲れ様です。ワイズ Factory のアンドロイドの動画にもお付き合いいただいております。バーワイズ。バーワイズでいいのかな。はい、お付き合いいただいております。今日もね、しょうもない動画にもお付き合いいただいております。B さんでーす。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。結構僕も大変、P さん。本当に、はい。ネットの書き込みでね、はい、ワイズの親父はうるさいっていう書き込みを見つけちゃったから、ちょっと静かにやったらね、うるせえって。直熊さんが、聞こえねえっていう。メリハリが。まあまあ、ただね、直熊さんのコメントっていつもありがたいのがさ、もう自分の道を貫き通せみたいなコメント入れてくれるわけ。そこ行けと。やっぱりちょっと俺、このコメントで背骨が入るんだよね。ああ、なんかブレちゃいかんな、みたいなね、うん。そうだそうだ。まあ今日話したいのは、そんな別にいい話したいわけじゃないです。飲み会。飲み会ですよ、はい、お仲間さん、そうですね、多分タイトルを、飲み会に参加してくれるお仲間さんにだけ見ていただきたい動画ということになると思いますんで、はい、そのつもりで喋っていこうかなと思うんですけど、はい、ご存知ですよね、参加する方はこの動画チェックしていただかないと全く合流できませんので、必ずチェックするようにしてください。僕はSNS 上で URL とかお店を貼り付けてとかって、そんなことやりませんのでね、はい、ちょっといっぱい何が起こるかわからないので、はい、この動画で一発勝負でいきたいと思っております。でお話ししていきましょう。10月の、20日土曜日、飲み会の方、予定通り執り行わせていただくことになっております。私、まだ明るいうちかもしれませんね、早じまいさせていただいて、P さんと、バス乗ってバスでいいよな、まあ、大丈夫？バスで大丈夫？着く？そう？まあそうなんですね、店の前から天下の相鉄ですよ。そうですね、相鉄の運転手さん知り合い結構いてね。そうです。はい、うちのお客さんに結構お客さんいて頼みますね、本当。まあなんですけど、待ち合わせ場所の方が、はい、いやいや、そもそもどこでやんのよっていうのが予定通り横浜駅西口界隈ということでしたけども、はいはい、そうですね、待ち合わせ場所どうしましょうかっていうことだったんですね。で言ったら場所の方をなんとかインターネット予約みたいなこと僕初めてやらせていただきました、居酒屋さん押さえるのに。俺ね、はい、直接電話して予約したのかなと思ったんだけど、うん、はいはいはい、そうでしょうがい、ネット予約ひとしなら電話でしょうがいと思ったでしょう、うんうん、俺ね、もう何だったら俺お店行って、うん、すいません予約できますかぐらいの男よ。ガチでね、はい、もうだってファックスだって届きましたって電話入れたよ男だから。その男がなんと居酒屋さんをネット予約、強いな。そしてクーポンを、クーポン印刷するとちょっと安いですよって書いてあったからプリントアウトしました、クーポンを。多分ねちょっと安くなると思うんだな。すいません、ちょっとねそのクーポン果たして僕がプリントアウトしたもので安くなるかどうか分かんないのでごめんなさいね。ちょっとまあちょっと後ほど今話しますけど、そのクーポンで安くなってるかどうか僕よくわかんないね、システムが。クーポン、クーペン、クーペン、クーペンね、クーペンをプリントアウトしたんだけど、なんかね10人以上の宴会だと、はい、幹事様分ぐらいが無料になるみたいなクーポンなのかな。いやごめんなさい、ちょっと俺違う店と間違えちゃってたらごめんなさいね。そこ確定してないですけど、そのクーポンとかフル活用できるんだとすれば僕の飲み代ぐらいはタダになるんじゃないかなと。ちょっと企んでおります。ちょっと分かんないですけどね。いいよもう、じゃあで、クーペンね、はい、まあその話はちょっと後ほど。そう、ほら時間とまず、10月の20日土曜日、7時スタートで場所を押さえましたんで、はい、待ち合わせ場所、はい、6時50分ぐらいまでに横浜駅、相鉄、口交番前っていうのが正式名称なのかな、はい、僕らなんかは三角交番なんかね、うん、三角交番さん、西口の交番なんていつも言うんだけどね、はい、ただちょっと今回遠方の方なんかも多いので、はい、正式名称言っときましょう。相鉄のね横浜駅、西口の方です。相鉄口交番前というのが正式名称だそうで、はい、駐在じゃねえわ、あそこ駐在じゃねえ、交番があるんですよ、はい、
で、交番の前に立ち食いそば屋さんなんかあってね。そうですね。うん、で、シェイキーズがある、ね。とかね、ええ。5番街の方へ出てってもらうと、その交番がすぐありますんで、はい、西口の方向かって出てきてもらって、交番どこですかって聞いてもらうとすぐ分かると思いますよ。はい、で、ビブレの方行きたいんですけどって言って、西口の方出てきてもらうと、交番もありますし、はい、5番街どっちですかって言っても分かるよね。はい、うん、もう5番街歩っていくと、はい、もうすぐ交番が、ね、目の前に、ね、出てくるんでね、はい、で実はその飲み会で押さえた場所っていうのが、そこから徒歩 2,3 分ぐらいの場所で、はいはいはい、ね、そうです、ムービルの、はい、ところの近くの居酒屋さんを予約させていただいたんですよ、はい、ですんで、言ったらまあその交番のところあたりで待ち合わせしてもらうと、まあ言ってもどんなに迷ったってね、その場所からもう 2,3 分で駆けつけられるところなので、そうですね、ということで、まあ言ったら迷子のように交番に行ってください迷っちゃったんですけど、ね、横浜ってね、2つちょっとね先に交番があるんですよね。ん、そうなの、はい、中央交番あるじゃん、はい、でそこの万が一中央交番に行っちゃったら、うん、相鉄口の交番はどこですかって聞いてください、うん、で戻ってくれ、そうすると教えていただけますんで。なるほどね、はい、はいはい、だからまあ7時にお店に入りたいなっていうのがあるんですけど、その交番から本当に何分も離れてないところなので、はい、交番で待ち合わせさせていただいて、はい、ちょっとあえてそのお店予約取ったところね、まあいろいろとなんか不都合があるといけないので、今ここで URL とか貼り付けたりとか、本当はね気の利いた動画だったらやるんでしょうけど、お店のご案内はしません、はい、名前もここで伏せさせていただいて、はい、とにかく待ち合わせの場所だけで、交番の前で待ち合わせだったら変な人が来てもなんとかなるからそれぐらい神経を尖らせて、俺みたいな変な人が来てもね、なんか今日ワイズさん飲み会やるんですってみたいに言われてもちょっと怖いから、やばいの来ちゃったよ、ね、みたいなね、交番の前だったらなんとか逃げられんじゃねえかみたいなとこある。小中さん本当すいません、交番前で待ち合わせというようなことでね、はい、で6時50分ぐらいまで僕現場にいるようにします、その交番前、はい、バラの花をね加えてバラ加えて立ってますんで、まあ困難がいますんでね、あとあれだ、うちのお仲間さんだったらいつも僕が描く P さんのセントバーナードの似顔絵あるじゃないですか僕と P さんで立ってたら多分爆笑するぐらいそれでわかると思いますんで二人だみたいなね、あいつらがいるね、あの人みたいな声をかけていただければ、そうそう、声かけていただければお店にねご案内しますんで、だから7時どうだろうな、なんか僕らのね地元の感覚でいけばビブレンとこの交番みたいなところで通じちゃうんだよね、うん、ただちょっと今度遠方からいらっしゃってくれる方もいらっしゃるので、はい、それが通じないというと、まあ、西口のその交番のところ、はい、トイメンにね立ち食いそば屋さんありますんで、僕と P さん腹減ったらトイメンの立ち食いそば屋でコロッケそば食ってる可能性あります俺はコロッケうどんだな、うどんか、俺はそばだ、俺はそばだな、俺はうどん、うどんだな、まあこれね、うん、横浜のあるあるすいませんけど、あとまあ昔はミルクスタンドなんていうのも有名なのあと、ミルクスタンド、あえてこの話やるとまた長くなるんでやめときますけど、はい、そう5時間ぐらいかかるの、うん、でまあ言ったら僕皆さんもうメンバー決まってらっしゃるんで、現れない方いらっしゃったら僕7時ぐらいまでね、メンバー先に行かせておいて、僕ギリギリまで交番のところいるような感じで考えておりますけどもね、はい、で改めて、お話ししておきます、10月の20日土曜日、はい、夜の、まあ、6時50分ぐらいまでに集合というようなことで、はい、相鉄横浜駅相鉄口交番前というところでね、はい、西口の方ビブレの方面5番街の方へ向かって出ていただくと、交番がありますので、はい、そこで待ち合わせと。大丈夫ですか、僕理論的にお話できておりますか。大丈夫です、きちんと大丈夫ですかね、酔っ払ってないですか。
まあそういったことなので、で、やっぱり不安だわという方はもうお店にもう参加する方はね、もうお店にお電話いただいても大丈夫です。僕はお店の URL を貼り付けたりして、このお店ですみたいなことはお店に迷惑かかってもあれなんで、ここでは大ピラにしませんので、はい、どうしても不安な方はお店にお電話いただいても結構です。で最悪前日ぐらいまででしたら、Twitter、Facebook なんかで僕のフォローしていただいている方であれば、ダイレクトメッセージいただければお店のご案内なんかいたしますのでね、はいはい、そういったことも、できます、はいはい、よろしくお願いいたします。そこで、はいはい、で参加していただく方決定してます、はい、でまあでも大丈夫だよね。コメント欄にもうさ、ハンドルネームで入れていただいてるってことは、うちの動画に貼り付いてるってことは、うちの動画とワンセットだと思うんで、はい、発表させていただいて大丈夫ですよね、はい、今回ご参加していただく方、はい、もうね、ありがとうございます。今回初のワイズファクトリー飲み会参加していただく方を、1番バンバンバンセンターパーAスタイル様様様様いや、こんなんでやったら時間かかっちゃってしょうがないです、まあ、で行きます。ちょっとね、お話させて、まあ、発表させていただくのが、今日ね、ちょっと裏話させていただくと、はい、ターさんが、参加してくれる方、ちょっと教えてよって、今日電話あったんですよ。うん、多分、ターさん的に参加してくれる方をチェックして、いつもどんなコメント入れてくれてる方なのかなって下地入れといて、うん、まあそうだね、おもてなししようっていう算段だと思うんだ。段取りね。すげえな、あいつ。たかし君は、ね、鏡だな。たかし、ターさんはね、うん、すごいのよ。ターさんね、営業の鏡だよ、そう、本当に。すごいの。すごいすごい。で、ご参加いただく方ね、あ、なんか怒っちゃったな。で、ご参加いただく方、まあ、そういった絡みもあって、今回、まあね、差し支えないあたりで発表させていただこうと思っております。はい。はい、まず、A スタイルさん、はい。いつもありがとうございます。もう、本当ね、じゃがいも送ってもらったりとか、バジルちゃん送っていただいたのも A スタイルさんですよね。はい。はい、いつも応援していただいてます。ありがとうございます。はい、で、セナさん、うちで、ね、スイッシュリミテッドお掲げいただいても、うちを応援していただいている方も、本当、筆頭でございます。はい。そしてご参加、エアウェーブ1960さん、まあ、僕がお兄さんお兄さん言ってる人ですけど、はい、要するにこの動画の始まり、お仲間さんとのこのお付き合いっていうの、全ての始まりはこのお兄さんから始まったと言っても過言ではありません。若手がいて、はい、で、セブンイレブンでビールを買ってきていただいて、はい、うん、っていう、本当にね、すべての伝説、まあ、これを伝説だとするならば、その始まりはこの方が作ったと言っても過言ではございません。お兄さん、参加してくれます。はい。はい、鈴吉さん、まあ、地元がね、茅ヶ崎の方なんですよね、鈴吉さんね。だからお話なんかすると、やっぱちょっと地元感がお話ができる方で。はい、そして、牛野さん。牛野さん、はい。牛野さん、いつも応援していただいております。もううちでね、レッツなんかもお買い上げいただいてね。で、もうしょっちゅう寄っていただく方は仲良くさせていただいてます。で、ここから先がこの方がね、お初の方なんですよ。稲田さん、ありがとうございます。ご参加いただく感じですよね。ちょっとコメント欄なんかで、まあ、お見かけするんですけど、こうやってフルネームだとね、きっと多分ご本名なのか、まあ、まあまあ発表するとお会いできるのをもう楽しみにしております、はい、よろしくお願いします。はい、で、ザブロ先輩、先輩先輩っていうのはカッコ先輩って、俺が勝手に先輩って言ってるだけなんだけど、あれ、これはザブローさん、中学の時の、もう地元のちょっとね、やっべえ先輩くっつって、やっべえ先輩いや、ザブローさんはそういうのやめてよって言うんだけど、本当にね、ご近所でもうたまたま地元の先輩が動画を見ていただいたっていう、もう本当に奇妙なお付き合いをさせていただいてるというね、お会いできるの楽しみにしております、はい、お願いいたします。ひろきさん、はい、ひろきさんもね、遠いとこから来ていただくんだよな、なんか一回遊び来ていただいてるのもあるし、ね、遠くから遊び来ていただくの、本当またお会いできるの楽しみにしております、ありがとうございます。はい、で、佐藤さん、まあ、フルネームで言っちゃうと、まあ、どうなんだろうな、なんかハンドルネームとか使ってくれた方が僕気楽でいいんだけど、はい、僕がパパパパと言っております。はい、パパもね、ご参加いただいて、いつもお世話になっております、はい、ちょっと楽しくね、盛り上がらせていただいて、ちょっと場を
もうね、本当にもう楽しい方なので場を盛り上げていただけるとありがたいと思っております。はい、でうちの方からメンバー紹介いたします。はい、ね、うちの、まあすいません僕、まあ多分お邪魔すると思いますんで。多分じゃないだろう。行けたら行きます。絶対だろうこれ。あのタイミングさえ良ければ行きます。はい、そしてうちの P さんです。P さん参加します。はい、参加します。ありがとうございます。多分僕と P さん一緒にバス乗っていくと思うんですけどね。はい、はい、でうちの誠が参加しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。誠といえばですよ、もう今日も来ておりましたけど、もうあだめだだ、でもねこうでもねつって言うんですけど、なんて言うんですかね、うちのお店を一番応援してくれてる男と言っても過言ではありませんけども、ね、ただ口は悪いです。あのいや、やからしい、ね、ちょっとやからしいはありますので気をつけてください。ただとてもいい男なので、そうですね、はい、まあまあ僕が、あれ僕の弟がターさんだって皆さん動画見てる方ご存知なのかな。まあ多分知ってる。僕とターさんは兄弟なんですけど、うん、あの僕は実の弟より誠の方が可愛いです。まあね、年が近いからさ、ターさんはほらね、兄弟というよりもほらなんていうの、ライバルみたいなのがあるんですよ。はい、で、誠が参加します。はい、で、まあ、で、ターさんが、ターさんどうなんだろうな、あのそんなん言っても、ちょっとね、山奥の仕事の現場から駆けつけるんで、ちょっと遅れるような話だけど、はい、まあ、時間通りね、駆けつけてくれたらありがたいなと思いますけど、まあ、ターさんよろしくお願いします。はい、はい、まあ、無理はせんといてね。で、うちの、まあ、僕の昔からのパパ友で、まあ、ブーちゃんっていうのがいるんですけど、参加してくれるということで飲み会参加します。今ね千葉の方へ仕事の都合で行っちゃってるんですけど、横浜にいたとすればうちの動画のメンバーになっていただろうという男が、そうですね、うん、ちょっとあの楽しそうなんで参加させてもらえないですかみたいなこと声かけてくれたんでね、参加します。はい、あの場をねきっと盛り上げてくれるであろうという、はい、もううちのあのナンバーワンのガヤ芸人です。いいもの持ってますからこれ立ちますんでね、きっと楽しいことになると思いますけど、はい、じゃあまあ、だいたいこんな感じなんですよ。あの飲み会のお知らせ、なんか伝わってないこととかありますかね。僕もなんとなくこういう話してても、はい、面白おかしくせないかんだろうと思って肝心なことを言い忘れる可能性があります。で、もう一回言うと、大丈夫ですか。はい、相鉄横浜駅口交番、はい、うん、18時50分待ち合わせ、はい、でお願いしますということですね。はい、ですね、はい、まああとね、あ俺行くんだけどよく分かんなかったぞという方はお店に直接お電話いただいても結構です。あと Facebook、Twitter、はい、ダイレクトメッセージ等で、公開できない情報、お出ししますので、飲み会までね、まあ、まあちょっと日にちありますけども、あ俺ちょっとその動画見てもよく分からなかったという方は直接お問い合わせください。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、20日の動画、まあ動画じゃねえや、20日、あ、そうだ、あと僕カメラ持ってきますからね。もう持っていくんだ。事前に、はい、もちろんです。あのフル装備でいきます。だから、もちろん現場で事前に今日映り込んではいけない方っていうのはもう聞きますんで、はい、俺は今日ここで飲んでちゃいけない男なのだっていう方いらっしゃったら事前にお伺いしますのでね。だからそこで座るポジショニングなんかも変わると思うんですよ。俺はダメ。いや、分かっとるわ。なんで飲み会だけ映ってんだよ。それダメだろ。俺はダメ。まあそんなこともありますんで、あ、はい、その辺だけご了承ください。ね、もちろん映ってはいけない方は映しませんのでね。はい、とても20日の飲み会楽しみにしております。はい、お願いいたします。とにかく曇りなき眼で見届けよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。